ストライクドッキング。こんにちは、みやもです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は八の極、まあ、オセロサイカスです。以前4体オセロでやったと思うんですけど、ちょっと再びねやってみようかなと。この前なんかファミツで撮った動画でオセロで八国行ってますって言ったんですよ。そしたら、え、それ動画撮ってくださいよっていうちょっとコメントがあったんで、じゃあ OK やるかっていうことで、で、ジュズマルね、こいつが出たことによってもうデクをここで使わなくなった。うん、こいつの SS でバッチシワンパンシェクという流れで、こいつ SS ターンアクセルと、あ、SS アクス超ターンアクセルだよね、と SS ターン短縮でね、 SS 必ず溜まるんでだいぶ楽。デクはあと2フレしなきゃいけないっていうのが正直だるかったから、もう2フレとかもしないで、もうボス1ジュズマル調整して一気に終わらせます。で、オセロは道中がクソ楽なのでそこを見てほしいでやります。はい、こういうレーザーバリア貼ってるやつはもうこんな感じよ。もう余裕よ。意外とゼロ触れた目してないけど多分どうなんでしょうね入るかもしれない。ちょっとゼロフレやってみる。ちょっとワンチャン入る。別に今のはラウンドフラッシュのダメージです。5000円ラウンドフラッシュもこのレーザーバリア貼ってるやつだったら入るんで、まあ、要所要所ね役に立つところはある。だいぶ、まあ、爆発誘発だともちろん入らないのでそこは注意ですね。はい、まあここはね、順当な雑魚処理をしていく感じにはなるかな。弱点ついてないやつにはね、ちょっと、あれなんで、普通にやっていきましょう。ここ、オセロで行く人はあんまいないのかね。なんか、あんま聞かないね。いや、でも、僕が前、以前動画出したから、それでなんか気づいてね、オセロを入れてくれてる人も、見てくれてる人にはいるかもしれんと。これいると思ってるんですけどね。知らんすけど。知らんすけど。いると思ってますけど。どうなんすかね。でも本当おすすめなんでね、使ってほしいですね。俺とか慣れてないからさ、攻略サイトとか見ながらやるわけよ。はい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 、はい。でも見ないっすもんね、確か。見ない。おすすめみたいなのにいない。オセロ入ってない。入ってないような気がするよ。高攻略おすすめのオセロ入ってない。なんかラザーに止まってる気がするけど。いや、マジで。あとやっぱデクとかね、持ってる人は。マジで。いや、オセロ入れた方がいいと思うけどな。あ、じゃあもう。じゃあ担当にちょっと言っといた方がいいよ。え、俺。知り合いいるでしょ、多分。まあ、どっかにはいるかもしれない。いるでしょ、うん、どっかにはいるけど。入れといてくださいって。確かに、確かに、まあ、でも。それでなんかちょっと世論を曲げてしまうのはそこまでは望んでないじゃん。世論を曲げてしまうまでは望んでないかもしれない。ただ言えばなんかね、なんかありそうで、おい、今ジュズマルの放電やばくないの。あ、今放電で行った1、2、1、2、3、3地帯とかで入ったね。今ここなんかさ、ピットンとあの弱点のところがさ、重なる部分がさあるからさ、あ、はい、入るんだよね。なるわけだ。そう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 。つか、なんならこの、あれ、こうジュズマル特攻いけんじゃない。あー、これは下に伝っちゃいそうだから多分無理だね。ちょっと見るよ。爆発誘発してしまいました。失礼しました。でもあのダメージ出してくるのすごかったね、今ジュズマル。さすがですね。すごく5点シリーズですよ。とんでもない限定ですよ。はい、まあ一旦普通に雑魚処理して、まあ3で下の徳川さん潰して、下に村さんが来る動きでいきますかね。一旦こう普通ですからね。あれか、ウォッカとか使う人の理由はやっぱり、なんか友情でさ溶かすじゃん。やれるから
これなんか超強機能とか弱点配置するからもうすげえ削れるんじゃない。多分そうだよね。ウェーブいけっかな。こうクロスウェイ、クロスウェイ、なんかあの威力、まあね、我々が撮った動画あるけど、あれ見るとね、いけそうな気がするよ、ね、いけそうな気がするよね。あれキラー入ってるよ、いけそうだな。でもゼロ系で入ってるね、ダメージ今。なんだ、ちょっともう一回なってみるわ。入ってないっすね。入ってないっすね。一フレッシュだか、あれラウンドマッシュだった。ラウンドフラッシュいきますか。ラウンドフラッシュターンで、あーラウフラだ。ラウフラ入るのマジでありがたすぎる。てか強い、普通に強い。現状入んだから。そうすごい。これがね適正理由。友情があんな、しかも配置できるからしっかり。うわっやばい、実は変な位置にしまいました。申し訳ございませんが、もう一周だな。もう一周だね。まあ、1フレでこいつ倒すか。1フレで、落ち武者を倒しておいて、上は処理できた。で、これで倒して、ウミマルを配置した後に抜けるか。これで完璧だな。HP も確保できてますね。HP も確保できてますよ。これ順当にいけば、そうそう HP 削られることないないね。あと、ここも休憩ステージがあるからさ、一応。ここ休憩だから。はい、ここで、立ってるもん。まあ、できるね。まあ、3で抜けるのがいいんで、3で抜けに行きましょう。多分2フレで倒せるんで、あの位置から簡単に抜けると思います。よし、じゃあ3で抜けてジュズマル打って終わりと。完璧なプランニング。ハートも取っていく。運命運命言いたいだけです。言いたいだけですね。次行きましょう。ジュズマル、さあ158000、行きましょうか。あ、これがねデクは2フレしなきゃいけないけど、こいつはもうこれやればいいだけと。さっ、わーよかった、気持ちいい。確かになんかデクより楽にそうに見えちゃう。気持ちいい、すげえわ。まあ、HP ちょっと確保しなきゃいけないですけどね。そうですね。まあ、だからオセロといいんじゃないかっていうあれですね。まあでも他にもなんか火のパワー型だったらやっぱ HP 高いやつ多いから、まあ、別にオセロじゃなくても代用はできそうな感じ。うん、まあ、ジュズマル使うのであれば代用は全然できそうな気がしますね。だから問題はジュズマルが動くターンにそのダメージが雑魚処理とかできないんで、そこっすね。まあ確実に他のキャラで、そうだよね。まあそれかオセロみたいに友情が通るやついるとジュズマルのターンが無駄にならない時もある。ああ、そうだね。そう、当たりに行くっていうあれでね。まあ、あとはウォッカとかも強いのかな。あれウォッカだと HP があるか、確保できないから相性的には良くないのかな。はい、まあもっと相性いいキャラはいるとは思うんですけど、個人的にはちょっとオセロと組み合わせジュズマル、まあこれからも8の僕はこれでいこうかと思ってるんで、皆さんもぜひ真似してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。